ほう、手ごわそうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。パーディアット、ディアット、チャー。倒せんぞ。孫悟空でないとしたら一体。もう少し探ってみるか。これまでに感じたことがない圧倒的なパワーだ。滝か。ん？これは凄まじい木の塊だ。おお、なんというパワーだ。あれは洞窟か。なかなか広そうな洞窟だな。おのれ、ほう、手ごわそうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。ジャーハッ、バレンジ、チョッ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 。では俺は倒せんぞ。
ほう、手強そうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。はっ、これはっ、とっちゃ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 っ、その程度だったか。ほう、手強そうな奴がいるな。いつでもいいぜ、かかってこい。たまれ、ちょっと、ちょっと、おい、その程度だ。ほう、手強そうなやつ。いつでもいいぜ、かかってこい。では俺は倒せんぞ。ほう、手強そうな奴がいるな。雑魚がいるようだな。すぐに片付けてやる。ザッハッザッ、たまれ、チリチリトッティッハッ、たまれ、チャッチリッワン、その程度だったか。雑魚がいるようだな。あの滝、そのうち修行に使ってみるか。
ザコいつでもいいぜ、かかってこい。止まれ。なんだこのパワーは。チッ、カカロットじゃない。何者だ貴様。お前などに用は。カカロットと思ってきてみればこいつなめ。では何しにここへ来た。えらくい。戦闘力322、こんな奴もいたのか。だが所詮俺の敵ではない。貴様、少しは楽しませてくれるんだろうな。なんだこいつのパワー。これはっ、止まれ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 ！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 さっきまでの威勢はどうした？もう終わりだ。その程度か。その程度か。今度は俺の番かな。では技の見本を見せてやろう。もう一つを今度こそ。バカな。一体奴は何者なんだ。どこへ向かうつもりだ。成長したな。だが一目で分かったぞ、カカロットよ。父親にそっくりだ。カカロット、この星のありさまは何だ。今まで何を遊んでいた。おめえ言ってた。何もかも忘れてしまったとは。貴様はこの星の人間ではない。
生まれは惑星ベジータ、誇り高き全宇宙、そしてこの俺はデタラメだ、デタラメ言うな。貴様はこの星に住む邪魔な人間どもを絶滅させると。我々サイヤ人は環境の良い星を探し、そこに住む者を絶滅する。異星人たちに高く、この星のようにレベルの低いところには幸いなことに。もしそれが本当のことだったら、おい、ここには月があっから。とぼけるな。月が深淵を描くときこそが我々サイヤ人の本領を発揮できる時ではないか。はあ、何のことかさっぱりだ。おい、ほら、ここで育った孫悟空だ。特惑星ベジータが巨大隕石の衝突で爆発。残ったサイヤ人はお前を含めて、ついこの前非常に高値で売れそうないい星、そこを攻めたいのだが、そこで思い出、お前が3人に加わってくれれば。何、目を覚ませ、カカロット。バカ言ってろ、そんなこと。な、後ろの尻尾が生えたガキはお前の子だろう。それ以上近寄ってみろ、ぶっ飛ばすぞ。ご飯は絶対渡さねえ。なんなんだこいつは。どうした、おじけづいた。お前なんか、兄ちゃんでもなんでもねえ。お前なんか帰れ帰れ。思い出せ、カカロット、サイヤ人の誇りを。ヘッドゥー、そら、うわっ、おじゃ。ところで貴様、尻尾はどうした。ちょっと目に切れてなくなった。なんということだ、愚か者め。そうだ、知れたぞ。今度の星を攻め落としたら、次のターゲットはこの星だ。この星のやつらなど我々サイヤ人3人にかかれば、たったの1ヶ月で絶滅できるだ。やぶかさせねえぞ。あら、その程度の力じゃ息子は守れんぞ。何？預かっておく。生きて返してほしければ兄の命令を聞くんだな。子供を返せ。逆らおうなどと考えても無駄だぞ。のてっぺんの飾り、ドラゴンボールだったわね。よし、行くぞ、一か八かだ。お前一人では無理だ、ピッコロ。貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。確かに。しかしおめえが手を組むなんてどういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。地球の平和も貴様の息子も俺にはどうでもいい。俺が世界征服するには奴が邪魔なだけだ。奴と仲間とやらを片付けたら、貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そ
そうはさせねえ。けんど二人が組むっちゅうとこまではいい歓迎だ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。よし。ね。おい。あ、キントンよーい。待ってるよ、ご飯。地上最強コンビ、囚われのご飯を救え。こっちで行ってくれ。急げ孫悟空、ぐずぐずするな。あのラディッツとかいうやつが言っていたサイヤ人のことは覚えてないのか。ああ、全く覚えてねえ。兄貴がいたなんてことも全く知らなかったんだ。何か戦いに備えて手がかりがあればと思ったんだな。木が見せてくんのがわかんな。
でっけえ橋だな。あいつの弱点は多分尻尾だ。尻尾を強く握れば力が抜けてしまうはずだ。オーラがそうだった。どうやって尻尾をつかむかだな。ロッキー、お、こりゃすげえ木の塊だ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。すぐに片付けてやる。お前修行し直してきたらどうだ。あの村なんか店があるみてえだな。いろいろあるよ。毎度。え？おお。あ。あの、ああ、ありがとう。いいえ。よし、頼みます。キラキラして高く売れそうだけどな、この石。でっけえ風車だな。
なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。掘りしてとか言ってたな。なんか嫌がんな。いつでもいいぜ、かかってこい。さて、いいですよ。あ、ヘヘヘ。ありがとうございます。ナムんとこに持ってかねえとな。あいつも喜んでたみてえだし、よかったな。はっ、よっ。なんか嫌がんな。さっさと片付けちまうか。どう？どうです？なんと、ありがとう。あ、じゃあな。では。行ってみっか。
なんか嫌だな。さっさと片付けちまうか。え？あ。ありがとう。ああ、ああ。よし。地図見た方がいいんかな。木が見せてくるのがわかんな。お、こりゃすげえ木の塊だ。Thank you.
よし。どう。ありがとう。サンキュー。ありがとう。さようなら。警戒信号が戦闘力710。どこだ。何、あのガキだ。クソ、故障か。反応がもう一つ、ここに向かってくる。一つ、二つ、戦闘力322と334。来やがった。貴様ら一体ここへ何しに来た。決まってんだろう、オラの子を取り消しに来たんだ。オラの息子はどこだ。どこに隠しやがった。ギャーギャーうるさいからそこに閉じ込めただけだ。それよりまさか二人でかかれば勝てるなどというバカバカしい計算じゃないだろうな。身の程知らずとはこのことだ。我が一族の恥だ。死んでしまえ。Yeah!
二人がかりでこれじゃまるで話にならんな。せっかくの忠告を聞かずに歯向かうような愚か者には死あるのみだ。貴様らが死ぬ前にいいことを教えておいてやろうか。俺の他に生き残った二人のサイヤ人はさらに戦闘力が上なんだぞ。孫悟空、貴様新しいとっておきの技なんかないのか。すまねえな、はっきり言ってねえよ。ち、俺は真面目に修行して新開発したってのによ。本当か。どう作戦を立てようが無駄だ。さっさとくたばってしまった方が楽だぞ。だがこの技は気を貯めるのにやたら時間がかかる。貴様、その間やつと一人で戦って動きを止めろ。わかった、食い止めてみっか。せいぜい踏ん張ってくれよ。魔漢光殺法。ふん、しつこい奴め。
遊びはこれまでだ。